なんか、芸術的な。村上隆さんの作品が、うん。あの、オークションで16億ついたんですよ。うん、高いね。16億はい。え、なに、え、え、多分ね。いや、彫刻なんですけど。まあ、それはちょっと、まあ、美術業界で言えば、まあ、最近の旬なネタ。あの、アメリカのロバート・ラウシェンバーグっていう巨匠が死んだんですけど、うん、その人と村上隆さんの、その、彫刻が、その16億で、クリスティーズかな、サザビーズかな、まあ、どっちかで、16億で売れたってのが、まあ、旬なネタの二つですね。美術的な話に持っていこうとすれば。でも村上隆は16億は持ってる。いやいや、二次流通だから。あ、うん。ブックオフで誰かが売って、誰かが買っただけだから。村上さんには1円も入ってない。入ってないの？それはひどいね。ただ、でも入ってないけど、みんなは疎んでるけどね。あの、そんなシステムを知らないから。普通に、あなたみたいに、村上さんに16億入ったと思ってる人は思ってる、ね。あ、そうだろうね。うん、まあでも、ステータスにはなりますよね。そうだよね。だって、自分の作った彫刻が16億で売買されたっていう実績は残ってるから。まあ、16億以上持ってそうですよね。いや、ギリまだじゃないですか。いやー、持ってるんじゃないの？いや、あの人。いや、絵だけじゃないじゃん。他にもいろいろやってんじゃん。5年前ぐらいに話してたのを鵜呑みにするとすれば、年収1000万ぐらいだって言ってました。これやん、結果。まあ今もっと上がってると思う。あ、10年前からなんですか。だって、ビトンとかやる前でしょ？今もやる前。ただ、あんな時なんてもう名もないよな。まあ、今で言えばもっとすごいんでしょうけど、でも16億ギリまだじゃないですか。会社の金としてはあるかもしれない。10年前だったら、今だったら16倍にはなってるでしょ。だってあの人会社経営してんすよ。なんか、自分一人でやってるわけじゃないから、結局個展とかで一つの絵が3億、4億で売れたとしても、会社の資金だったり。結局、やっぱ、給料とかも払わなきゃなんないから、あの人ニューヨークとかにもスタジオあるし、いくつかスタジオ持ってるから結構従業員いるんですよ。そう考えるとやっぱ、なかなか、何が将来的やりたいの？あの人。いやでも、アニメ映画作りたいとは言ってます。てか今作ってるし。どうせあのひまわりみたいなやつでしょ？に近いっす。絶対描けるんですよ。いやでもやってんだよ。もうすでに作ってんだよ。トレーラーつか予告編みたいなのができてるから。残念です。フル CG アニメーション。あと実写映画も作ってるっぽいよ。噂だって。バイオハザードはどっちが描けるかどうか。赤、緑、青、群青色、黄色、イマジンを刺激するカラーハイファイ、DDK ビデオテープ。ずっと前に言ってた大喜利の問題集 DVD 出そうって言ってたじゃないですか。あれニコニコでいけんじゃないかなって検索したらやっぱやってましたね。マジで？え、そのニコニコで大喜利があるならやろうよ。あー、やりたいの？大丈夫？大丈夫だよ、大丈夫。え、その価値あれだよ、全員参加だよ。どうもなきゃいけない。あの、別に放送しなくてもいいけど、個人的にやる。いや、放送するよ。これが最終的なあれだよ。今日のクライマックスだよ。全員参加だよ。参加するわけない。全員参加じゃなかったら、乗せる技とかできないもん。被せ技とかできないもん。まあ、一遍問題が出たら止めてもいいけど。止めた方がいいよね。なんかもう、そうすでに弱腰じゃないですか。じゃあ、それでは、今日の、まあ、第1回目、XTV の締めくくりとして、最後、大喜利のコーナーで締めたいと思ってます。わ
まあ、そんで、大喜利のお題はその、ニコニコの大喜利を使わせていただきます。じゃあ、吉川さん、お題1、理想が高くて婚期が遅れている A 子さんが、結婚相手に求める最低条件を当ててください。寒いよ。一回見たら寒くていいよ。はい、広い。車の仮免許を持っている。免許までなくたっていいんだよ。仮免許だけであればいいんだよ。あのさ、地方に邪魔されるってのが、すごい。あのさ、本当に。お、地方に。地方の方が面白いわ。すごいわ、よしか。地方じゃない時間に地方に雇われた。今、21時25分30秒です。本当だよね。地方じゃないよね。ただの、すごいよ。ゲームに挟まれちゃいましたよ。痛いよ。うまうまゲームやっちゃう。うまうまゲーム。あれ、これ最後は僕に。いや、これは、すごい、降りてきた感じするよ。これ、どうやってゲームやんだっけ？なんか、一回なんかで出たんだよね。これニコニコ動画だろ？まあそうっすよ。で、たまにこういうゲームとか出るんですよ。すごいね、ほんとに。俺、吉川さんの回答何も聞いてなかったわ。ほんとすごいわ。吉川さんの渾身の回答がゲームに挟まれた。次のお題。次のお題に、一応言ったからもう、なんか二度目も言いたくない。まあ、仮面持ってるでしたよね。確か。よく覚えてる。うん。A子さんが、もう今期遅れてるからね、さすがに。もう A子さんの結婚相手に求めるハードルも下がってるもんね。下がった結局、仮面ね。だから言ってるじゃん、高いと思った。だから言ってた。いやいや、頑張ったよ。頑張ったよ。じゃあ面白いっすよ、ゲームじゃん。あのね、今の回答出すまでに、何個俺はボツにしてたんだすごいいっぱいボツにしてたんだから。の、あげくゲームに挟まれた。うまうまゲームに挟まれたし。いや、すごいと思う。お題に、あなたの街の商店街の福引きの一等の景品を教えてください。一番初めに思いついたやつ言っていい？うん。次の福引きを一番初めに引ける券。ああ、いいじゃないですか。だけど、ボツにやめたんだよ。なんか弱いなと思って。ああ。いい答えだと思います。いや、いい答えだと思います。お題3、小学生作文コンクールで1位に輝いた作文の題名を教えてください。小学生の時の思い出。次行きましょうか。送ったやつが中学生とかなんだよ。汚ねえよっていう。僕はその路線で考えた。あ、でしょああ、3回目の6年生みたいな感じ。よかったと思います。来年から小学生とか。あ、よかった。そういう系統だったんだけど。小学生とかやりますよ。